はい、ということで今回はホンダ新型シビックタイプ R オーナーズレポとして高速のインプレッションをお届けしていきたいと思います。またまたやってきました、もうド定番ですよね。今日も鈴鹿パーキングエリアからスタートしていこうと思いますけども、私は自分の買った車はこうやって毎月何かしらのテーマを持ってレポートすると、そういう目標を掲げております。その中で高速インプレッションっていうのはだいぶ定番化してきましたけども、納車されて早1ヶ月このタイプ R でもお届けしたいなと思います。改めて今回購入したのはこれワングレードですけども、シビックタイプ R6MT K20C のエンジン搭載されていまして、お値段は約500万円となってます。これがね、安いか高いかっていうのは人それぞれかと思いますけども、私は GR86BRZ に並んで非常にコストパフォーマンスの高いスポーツカーかなと思っています。めちゃめちゃ気に入ってますけども、でも全然乗ってないんですよね。なのでちょっと距離もここで重ねようかなと思っております。さあ、その前に軽く内外装見ておきましょう。今回 FL5 と呼ばれている形式、このシリーズは目元が非常にスリムで大人のタイプ R に変わってます。それが特徴ですよね。とは言ってもシンクの赤バッジは入っていたり、さらにダーククローム化されているタイプ R のバッジなども入っていて、スポーティーマインドは失われていません。そしてサイド見ていくとタイヤに目が行きますけども、こちらは19インチのアルミホイルマットブラック仕上げになっております。サイズに関しては 265-30ZR19、 これ前後通しサイズになってます。装着タイヤミシュランのパイロットスポーツ 4S、 なかなかええやつを履いてます。実際にこれパッケージングでも走りの性能を高めているんですけども、タイヤも結構いいの入ってますよね。そしてサイドから見てみるとこんな感じになってます。標準モデルよりも前高は 10mm 下がってますので、よりこうローワイドなスタイルがあります。そしてリアクォーターからの真後ろですけども、このリアのねウィングであったり3本出しのマフラー、この辺が印象的。今回アルミダイキャスト製のウィングステー入ってますけども、この辺も新しく変わってますし、さらにはマフラー、こちらに関しては3本出しで基本は左右から排気します。ただ真ん中はアクティブエキゾーストバルブっていうのが入っていまして、アクセルの解除量に応じて 0%、50%、100% でバルブがこう開いていくわけですよね。その辺をコントロールして実際に音も増幅するし走りの性能も上げると、そういう形をとっています。で、室内見ていきましょう。せっかくだったら見たいですよね。ということでこんな感じです。もう真っ赤、今回新しくなってこの赤もより鮮烈になってますけども、かっこいいよね。もういかにもスポーツカーっていう、そういう室内がされてます。この辺とかもスエードであったりアルカンターラ巻きのハンドルも入ってますし、まあ、個人的にはここは普通の合皮の方が結構好きなんですよね。手汗を結構かいちゃうとここで吸い込まれていくので、なんかちょっと気になっちゃうっていう、グローブしようか結構迷ってます。そしてマニュアルモデル、この辺もアルミ製、そしてペダルもステンレス製のものが入っていますと、かっこいいね。さあ、そしてですね、パワートレーン、こちらもやっぱタイプ R ですから見ておきましょう。これ K20C と呼ばれています直列4気筒の2リッターの VTEC ターボエンジンになっています。 FK8 と基本は同じなんですけども、こっちに代わってスペックが330馬力 420Nm にアップします。ですから通常のタイプ R FK8 から比べると10馬力 20Nm スペックアップしています。トルクもね、2600回転から発生するっていうエンジンですから、まあ、待ち乗りしていても本当に過不足ないというか、まあ、かの方が結構際立ってるかなと思うんですけども、まあ、その辺高速走ってどうかというところも見ていきたいなと思いますけども、じゃあ早速走っていきましょう。さあ、それではまずこの鈴鹿パーキングの出口のところで合流加速を見ていきましょう。あ、そうだ、ドライブモード私これインディビジュアルにしてるから、とりあえずコンフォート基本のモードに戻して合流加速。前回はね、ごめんなさい、ちょっとまだ距離が200キロとかしか走ってないのでちょっとやめますけども、まあ、なるべく回転数を合わせて加速していきたいと思います。この辺もレブマッチあるからすごく楽だね。じゃあ一気に100キロまで加速していきます。はい、100キロでございます。全然フル加速ではないですけども、非常にこうスムースに加速していきました。いいね、やっぱ力あるよね。
もちろんニュルとかで最速のラップタイムを刻むそういう性能を持ってますので、こんな日本で走ってる限りの動力性能不満出ることなんて絶対ないんですけども、改めてこう乗ってみても本当にアクセルの踏み加減少ない領域でスーッとスムースに加速しますよね。さらには踏んだ後のこの反応性、やっぱこの辺もねスポーツカーだなと思うところで、ものすごくレスポンスがいいです。はい、というわけで現在は藤枝パーキングエリア手前を走行しています。新東名高速道路でさらに120キロの紀勢間を走行しています。最初100キロ走ったらインプレッション取りますとか言ってましたけども、楽しすぎてもう200キロも走っちゃいました。しかも運転支援一切使ってませんからね。もうまず言えるのは本当に楽しい、もうドライビングプレジャーに溢れてるね。もう自分の手で走るこの喜びを常に味わっていたいので、運転支援なんか本当一切使わずにここまでやってきたわけですけども、最初にやっぱ皆さんに伝えたいのはそこかな。 FF だろうが FR だろうが四駆だろうがスポーツカーに変わりはないんです。低重心でこの地を張って走る感覚であったりとか、踏んだら踏んだ分だけしっかりと加速していく、ブレーキだってコントロール性高いし、まあ、その辺をこう一元的に表現して、やっぱスポーツカーって走る喜びあるよねっていう、そこをね本当に最初に伝えたかった。なので言えてもう大満足なんですけども、ただそれではもうインプレッションになりませんので、ここからは走行フィールのインプレッション改めてお伝えしたいと思います。まず動力性能、こちら改めて言うと K20C と呼ばれている4気筒の VTEC ターボエンジン2リッター、これが搭載されています。最高出力は330馬力、最大トルク 420Nm 発生する結構モンスターエンジン、まあ、FF 駆動ですから下手したらホイールスピン、まあ、下手したらというか一速で全開しちゃったらおそらくホイールスピンは必死かなと思いますけども、まあ、それくらいパワーがあるそういうマシンです。で普通に今走ってますけども、じゃあ最高のスペックだけを追い求めて作られてるかって言われたら本当そんなことないんですよね。普段使いも十分扱いやすいし、なおかつスポーツカーとしてのその素性の良さみたいな部分はしっかりあって、例えば軽くアクセルを踏みます、そうしたら、まあ、ターボだから、まあ、それこそ GR86 とか BRZ のようにはいっていうレスポンスは、まあ、コンフォートモードだと少し薄いんですけども、それでも気持ちよくね踏んだら踏んだ分だけ俊敏に前に車が進んでいく、そういう印象はね変わらずありますよね。最初にちょろっと喋りましたけども、200キロ走ってもその印象は変わりないんです。今トラック追い越しましたけども、ここのウインカーを出してアクセルを追い踏みする、そしたらもうその踏んだ分だけ車がスッと加速をしていく、そのあたりにまあ本当嫌な遅れとかそんなものは一切ないので、気持ちよくこの高速道路を流すことが可能です。本当気持ちいいね。で今80キロで巡航しているとエンジンの回転数6速に入ってまして、2000回転をやや下回るかなと、そういう印象です。ですのでまあぶっちゃけ80、100くらいだったらそんなにうるさくないかなというところです。ただ120とかになってくると回転数は、まあ、3000まではいかないにしても2500超えてきますので、まあ、めちゃめちゃ静かな車内ではないですよ、まあ、その辺はやっぱり音も楽しむっていう、それこそがスポーツカーの醍醐味であり、もう静かに走りたいんだったらそれこそ高級サロンを買ってくださいということになりますので、まあ、本末転倒なんですよね、この静粛性がどうのこうのっていうのは。ただノイズレベルで言うんだったら、まあ、100キロ程度だったら全く気になりません。ただ120とかになってくると、まあ、そこそこエンジン音も入ってくるし、一応ねフロントは遮音ガラス入ってますけども、そういう印象を受けます。そしてこのハンドリング、アジリティの高い動き、もうこの辺りもやっぱねシビックタイプ R のいいところだよね。無駄にこう車線変更をしたくなる、よく追い越し車線でずっと居座る車いますよね。
もうある意味あれって車線変更するのが楽しくないんだろうなって思っちゃうぐらいに、本当ね、追い越し車線からもうすぐにでも走行車線に戻りたくなるくらいに、また逆もしかりではありますけども、本当この辺りの動きは従順だし、まさに手足のように車を操れる、そして反応してくれるっていう、そのあたり素晴らしいですね。ここからアクセルを踏む、ほらここも気持ちよく加速するし、少しステアリングを切っただけなのに車はね、地を這うようにスーッと、なんかレールが引かれてるかのように、本当にこうアジリティ高く車線変更であったりステアリングの操作に対して反応してくれます。さすがですね。とは言ってもこれプラットフォームは基本ハッチバックのシビック FL1、 これをベースとしています。まあ一部剛性アップはされてると思います。あと足回りも固めてありますので、完全に同じではないにしろ、ただシビックのハッチバック通常モデルありますよね、あれ乗った時に感じたボディ剛性そのままっていう感じがしますね。基本性能の高さがあってこそのこのタイプあるかなと思ったりもしますよね。で K20C ね、これ今回スペックアップ果たしてますよね。ただ本当上のところだけじゃなくて、ちゃんとね2500くらいの回転数でもトルキーなんです。踏み込んでいって120キロですから120まで加速しますけども、この辺りもう余裕がありすぎるくらいに余裕がある、ものすごくこうパワフル、そしてトルクフル、まあ、どっちもスペック高いですからね。車両重量は1430キロ、その印象は全くないね。ほんと EK とかの時代に比べたら随分重くなりましたけども、でもやっぱターボ化して、ね、なおかつトレッドとかも広がっていますので安定性高いにして、まあ、パワーユニットのスペックも上がっていますので、そのあたりで帳消しになってるどころか、むしろ絶対的な運動性能は高まってると思うんですよね。マニュアルですからこのキープシフトのまま、ほらもう120キロだよ。すっごい気持ちいいよね。しかも皆さん驚くことなかれ、これコンフォートモードでこれなんです。私のおすすめはスポーツモード。さすがにね R モードまでは一般道高速道を走っていて必要とはしないんだけど、ただコンフォートだとさっき言ったターボラグがちょっとあるんですよね。あとある程度のやっぱ環境性能も大事なので、スロットル踏んだ瞬間の反応性をやや鈍くセットしてある。ただこれねスポーツモードにするとその印象が本当になくなって、非常にこうスムースに加速するし、私のおすすめはスポーツです。ただこれスポーツモードにしちゃうと、これね実はカスタマイズできる項目めちゃめちゃあって、エンジン、ステアリング、サスペンション、そしてエンジンサウンド、レブマッチシステム、さらにメーターと、この6項目調整ができるわけです。ただこれスポーツモード入って押しちゃうと全部スポーツに変わっちゃうので、それこそハンドルもスポーツ仕立てで重くなる、さらにはエンジンサウンドもこれねちょっと聞いてもらいましょうか。コンフォートだとこんな感じ、2速も落とせるかな。はい、こんな感じの音になってます。これがじゃあ変えていきましょうか。エンジンサウンドをスポーツにしてみます。じゃあもう一回6速からシフトダウンをしていきますけども、いきますよ。そして2速にまた落とすと、これ分かります、音こんな感じで増幅されるんです。でさらにですよ、せっかくだからやりますけども R モードにしますと、そうするとどうなるかというと、もうこうやってパーシャルで踏んでる時点でエンジンサウンドは増幅されるんですけども、さらにほらシフトダウンした時のこの音、
って2速に落とします。これね、確かにこのエンジンサウンド R モードとかスポーツモード入れても、まあ、嫌なサウンドではないんですよ。ただ正直ちょっとやりすぎな感じで、 R モードやりすぎでスポーツでもそこまで付け足してもらう必要ないかなっていう、このボーっていう音ね、まあ、この辺も好みがねありますので否定はしませんけども、私は純粋にやっぱねエンジン音を楽しみたいかなというところがありますので、この辺候補としてるんです。でレブマッチもこんな感じでね、コンボだとスムースにつながるんですけども、よりダイレクトになるんです。まあ、この辺のカスタマイズできるんですけども、スポーツだったら全部スポーツになっちゃう。ただインディビジュアルを活用することによってエンジンだけはこれスポーツにするとか、まあ、他もそうですよね。例えばメーターはちょっと刺激的な赤のスケールと黄色の指針にしたいのでスポーツにしてるとか、まあ、この辺の設定ができるわけです。ということでこのインディビジュアルを私は活用して、基本はこのエンジンとメーターだけをスポーツにして、残りはコンフォートに設定してる、こういうプリセットを組んでるわけです。いやでもね、これ高速走ってますけども、もう一ついいなと思うところがあって、乗り心地がねいいんです。まあ乗り心地がいいという一言で言っても、例えばミニバン、 SUV、 ステーションワゴン、セダン、ハッチバック、これそれぞれにやっぱり方向性があって、その中で評価をするわけですけども、スポーツカーでこの乗り心地は結構マイルドだし非常にしなやか、まあ、それも4輪ともアダプティブダンパー入っていまして、電子制御でこの減衰力を変えてるわけですよね。で今はコンフォートに設定していますので、ふわっとはしていないんだけど、ただ当たった瞬間、タイヤがギャップに対して接触した瞬間の角があんまりないというか、あと路面ってやっぱり常にこう上下左右に波打ってますよね。その感じがうまくこういなされて、あんまり不快な感じで突き上げがないんですよ。これもうね、映像でわかるかな、せっかくだったらやってみましょうか。インディビジュアルでサスペンション今コンフォート、ここからじゃあスポーツに変えますと、うん、もうね体感で全然違うんです。これ路面の波打ってるアンジュレーションがあるんだっていうのは、このモードにした瞬間にきっちり体に伝わってきます。あと収まりもピタッとまではいかないにしても、結構ね収束性高く収まるので、割と入力はきつい、まあ、GR86 とかの印象に近いかなと思いますけども、ほらこの辺とかも跳ねはしないけども、このスポーツだったら、ただ動きの抑えが結構効いてますので、シートの硬さと相まって足もやっぱスポーツカーだよねっていう感じになるんです。さらに R モードにしちゃうと、これはねあんまり私おすすめしませんというのも、ちょっとこう跳ねる感じが出るんですよね。確かにこう横方向に G をかけてあげた際の横倒れ感の少なさとかはかなりこう増えるんですけども、でもコンフォートでもこの辺の動きって非常に速やかだし、スッと収まるので違和感はない。だから縦方向のこの入力が増えて、割とね固めのザ・スポーツカーみたいな乗り味になるんです。ということは高速走行していてロングツアーラーとしてどういうものがいいかというと、やっぱコンフォート、まあ、ただこれはね今まで乗ってきた愛車遍歴にもよると思います。ずっとガチガチのスポーツカー乗ってきたんだったら、多分コンフォートだったら柔らかいと思っちゃうし、むしろ SUV とかから一気にジャンプアップじゃないけども、ちょっと方向性を変えてタイプ R 買いましたってなると、コンフォートでもいやいや全然これ乗り心地良くないんだけどってなると思います。だからその辺はね愛車遍歴によるんだけど、私の中でスポーツカーっていう一つの軸を置いた時に、この上下方向の収まり具合とかいなし方、それから連続するアンジュレーションに対してのこのしなやかにいなし感じとかは、すごくねスポーツカーとしては乗り心地いい部類に入ると思います。そしてもう一つ、高速だとねなかなか触んないと思います。これ6速の
マニュアルトランスミッションですよね。今時珍しい MT なんです。それでこそスポーツカーっていう方もいると思いますけども、実際にこれ 6MT になっていまして、高速だとね、まあ、よっぽどのことがない限りはシフトダウンってしないんですよね。例えばここからトラックを追い越します、こういう時は4速に落として一気に、はい、加速みたいな、こういう感じの動作の時はシフトダウンであったりシフトアップ、この辺を連続して行うと思います。でその際のねフィールがこれいいんですよね。今回実はこのシフト周りも新設計になってまして、これまずストレート6から5とか4から3ここに入れる際の節度感がいいよね。あとガタつきも全然ないしかっちりしてる、そういう印象があるんです。まずこれ一ついいポイント。そしてこのシフトフィールだけで言うんだったら、今5速ですので4速に落としますけども、この斜めシフトのやりやすさね、逆にシフトアップ5速入れますよ、ほらこれね引っかかる感触あんまりないんです。4速ほらここもスッと入るでしょ。これ普通はね6の方にちょっと吸い込まれる感じ出るんだけど、その辺とかもないし、このシフトフィールかっちりしてるのと斜めシフトが非常にやりやすくなってる、まあ、この辺はね候補資料見て書いてたのでちょっとプラシーボ入ってるかもしれませんけども、でもね節度感は間違いなくあるし、いやーこういうところもねやっぱ剛性、車の剛性もそうだし、この操ってるところで感じる剛性感も高いなって、そういう印象を受けるんですよね。さらにレブマッチシステム、これ先代も入ってますけども、回転数をわざわざアクセル踏み足してとかキーランドトゥーしなくても自動で合わせてくれる、その辺もね、まあ、確かに高速走ってる時にこれやってくれるのはものすごく楽なんだけど、それ以上にこの制御がレベル高くて無駄にこうブリッピングさせたくなるんですよね。ほらすごくないこの精度、ほんとね人間がやるよりも多分回転の合わせ率は高いし違和感もないんだよね。いやでもいいね、マニュアルはねこれ確かに渋滞はまった時とかはめちゃめちゃめんどくさいんですよね。わざわざニュートラル入れてで再発進する時に一速入れてそしてまたクラッチ踏んでみたいな、そういう動作をしなければいけないのでめんどくさいんだけど、でもそれも一つ MT の楽しさ、 MT でしか味わえない疲れ苦悩かなと思ったりもしますけども、でもね私は今のところそんなにストレスには感じません。むしろ久々にやっぱマニュアル操れて嬉しいね。GR86 も持っていましたけども、あれはね MT アイサイトつかないので、まあ、他社配慮も含めて AT にしたんですけども、これタイプ R は MT しかなくて、しかもホンダセンシングもちゃんとついてますので迷うことなくこの車を購入したわけですよね。だから本当久々に MT を楽しめて大満足でございます。さあ法定速度がね工事してるからなのかな、これ50キロに変わりましたというか、これねやっぱ日本ちょっと速度設定おかしいよね。まあぶっちゃけ、あちょっと待って、先に見てみて、皆さん富士山が前に見えております。綺麗に見えてるね。今日ね天候悪かったんですけども、こっちはいいね、晴れてきましたね。そして日が長くなった、もう夕方6時ですけどもまだ明るいですっていうテンション上げておいて一気に下げる話なんですけども、日本ね本当に法定速度おかしい。もうこの前ドイツの出張行ってきました。ニュル24時間の取材だったんですよね。でほらもうちょっとごめんなさい、一応法定速度が50なのでちょっと今速度を徐々に落としてますけども、もうねこれはね日本ちょっと速度レンジ本当におかしいね。これだけの道があって50キロで走らせるってやばいでしょ、逆に事故起きそうだよね。これもう周りの車見てもらったら分かりますけども、余裕でこれ80、100くらいで走ってますよね。これだけ見通しいいんだから1車線規制したところで私はもう80とかでいいと思うんですけどね。まあ確かに工事されてる方の安全を担保しなければいけないとかいろんな理由があるでしょうけども、ただ
流れだけで言うんだったら、これ50で走られたらめちゃめちゃ渋滞すると思うし、現実の速度とこの何でしょう、法律で決まってる速度が全く合ってないっていうのが、これ本当に日本のイレギュラーな感じですよね。あと追い越し車線に座る方もいますけども、ちょっと交通マナー本当にね、ドイツ行ってやっぱ日本ひどいなと改めて思いましたね。ではまたまた120キロの規制区間に変わりましたので、ここから一気に加速していきたいと思います。じゃあ行きますよ。回転数を合わしましていきます。はい、120キロです。早すぎるよね。もうちょっと時間かかってっていう感じなんですけども、いやでもそうじゃないんですよ、スポーツカーですからね。今3速で結構引っ張りまして、一気に加速をさせました。めちゃめちゃ速い、力あるね。ふっともう一瞬で法定速度に達してしまいます。で今新東名だからこれ120で、まあ法律内で流してますけども、ぶっちゃけ80の名神とか東名とかね、100キロでもちょっと物足りなく感じるね。もう気づいたらっていう感じなんですよ。だから正直結構もどかしい、120でちょうどいいか、それでもやっぱ速度レンジまだこのタイプ R からすると低い。もっと本当はね150くらいで巡航してちょうどくらいかなと思うんですけども、さすがにそこまで日本では出せませんので、まあちょっとやっぱりパワーがありすぎてもどかしい、なんかモヤモヤする感じっていうのはどうしても受けてしまいますよね。でほら120で今流してますけども、これ見てください、全くブレません。手放しはダメですけども、軽くこうステアリングから手を離したとしてもほぼブレないんですよね。この辺りは素晴らしいね。本当に血を這うように走ってるでしょ。空力性能ももちろんすごいし、さらには今回タイヤの幅も265に拡大をしています。おそらくこれ180、日本の車のリミッター、そこで車線変更しても何にも起きないと思うんですけども、本当にねこの辺の動きは素晴らしいね。さすがスポーツカーということで、またね帰り運転支援の評価をするんですけども、ここから少し運転支援も使いまして、その日のために備えておこうかなと思います。でもラストにちょっとこれ前半として最後に皆さんにエンジンサウンドを楽しんでいただきましょう。もう正直言うとあんまり回したくなくて、というのもですね、走行距離これオドメーターでまだ550キロなんです。全然鳴らしも終わってませんけども、ただせっかくねこれを見ていただいてますので、その辺の音も楽しんでいただきましょう。ということで少し回していきます。富士24時間が終わってからだから2日後の私にまたバトンタッチをしまして、皆様お会いいたしましょう。それではまた後半見てください。さあということで現在キロについております。 S 帯富士24時間レース無事終了いたしまして、今から帰宅します。でもう早速ですね、新東名の120キロの規制区間を走っていますけども、帰りは運転支援を評価したいと思います。これね
タイプ R スポーツカーです。皆さんご存知の通りスポーツカー、ただ運転支援機能がしっかりと装備されています。ホンダセンシングっていういわゆるその先進安全装備の中で衝突被害軽減ブレーキとかブラインドスポットインフォメーション、さらにはこう低速時の加速抑制機能とか、まあいろんなものがある中で高速走る際によく使うアクセルブレーキステアリング、このあたりの操作をサポートしますっていう、これ ACC プラス L キャスと呼ばれていまして、この機能がなんとついてるんです。ただ注意したいのはこちらタイプ R に関しては30キロ以下ではセットできません。なので停止保持機能とかはもちろんなくて、その辺は一応ね MT というところで規制はかかっていますけども、ただ渋滞しない限りは、まあ、通常の普通の車と同じように快適に高速をクルージングしてもらうことが可能です。じゃあ実際にシステムを作動していきましょう。右側のスポークについていますメインのスイッチを押します。そしてレーンキープアシストシステム、これのメインも入れまして、あとはトグルをレジュームもしくはセットの方向に上げ下げしてもらう。これで現在の車速で速度が設定されまして、前方の車がいればそれに追従する形で走行します。さらにL キャスのシステムをオンにしていますので白線は認識してちゃんとトレースして走行してくれています。で、私もしばらくこれ使っていたのでもう早速評価をしたいなと思うんですけども、まずこのホンダというかシビック系の運転支援のいいところはこのレーンキープアシストシステムの操舵力が強い、これまずいいところです。今ねそんなにこうカーブきつくないのであまりわかんないかもしれませんけども、まあ、ステアリングの元々の重さと相まって安定してしかもこう安心して車がシステム主体で曲がっていくっていう、そのあたりはね同じホンダでも結構差はあったりしますね。ですのでまず一つ目のいいところはこの操舵力が強い。二つ目のいいところ、こちらも L キャスの関連事項です。というのも車線またいだ後のレーンキープの再認識能力、これが非常に速い。今 L キャス使ってますのでもちろん操舵支援入ってます。じゃあここから左に車線変更を行います。でまたいだからウインカー消しますよね。そうするとはいもう入ったんです。速いでしょう。これもホンダだから速いっていう感じではなくてこのシビック系ね FL1 とか FL5 っていうこの最新世代のシビックはこの再認識能力に長けてるんです。もう一回いきます。はい入った。速い、めちゃめちゃ速い。これ速いと何がいいかっていうとこの車線変更後にすぐレーンキープ作動しますのでより安全性が高まるし、まあ、システムが常にもう入っているような感じですから安心感があるんですよね。心の安心感にもなるし、まあ、その辺の車の頼もしさっていうのも同時に感じてもらうと思います。もう一つ気になる運転支援ですけども加減速のコントロール、この辺が自然に行われるかどうかというところですよね。今前に軽乗車出てきまして車間距離はこれ4段階で調整できまして一番マックスで広げてます。でかなりこう距離取ってますけどもこの状態だったら今は違和感なく減速していきました。ただホンダは減速する際にエンジンブレーキというよりもフットブレーキの通常のディスクブレーキで止めようとするんです。なのでその癖があるかどうかっていうのをわざとこれアクセル追い踏みして近づいてアクセルを離して確認します。さあどうなるでしょうか。あーやっぱそうだね、結構こうすぐにブレーキ踏んでしまうようなそういう印象を受けました。じゃあ車間距離を逆に一番詰めてとその状態でどういう動作になるでしょうか。あやっぱブレーキ光るね。これメーターのインジケーター、これ皆さんからちょうど見えてるのかな見えてないかな、絶妙な感じですね。この真ん中左右にこうタコメーターと速度計があってその真ん中にデジタルでさまざまなこう表示がされていますけどもその中に車のアイコンも出てるんですよね。でこれブレーキ踏むとアイコン光るんですけどもこの
減速を車側が行った際に近づいた後の減速です。ここ結構ねすぐブレーキランプ光っていたので、やっぱブレーキを多用する癖は変わってませんよね。この辺は相変わらず感じです。ですから後続車からすると結構パカ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 ブレーキ踏んでるので、下手っぴなドライバーだと思われちゃいます。そこはね気持ちの問題だけですけども、まあ、自然な制御ということであればやっぱエンジンブレーキはスバルとかトヨタみたいにもっと積極的に使ってほしいかなとは思います。じゃあ前のトラックに追いついたので次追い越しアシスト、これ確認していきます。この機能があるかどうか定かではないんですけども、何かと言いますと、これ設定車速よりも現在の車速が低い時にウインカー出して車線変更を行う、まあ、右方向ですよね。そうすると機能がついてると車線をまたぎながら加速をするんです。ただついてないモデルがあったり、そこの感度が悪かったりするモデルもありますので、少し確認していきましょう。じゃあ設定速度は120にしておきます。絶妙だなこれ。なんかねついてるとは思います。ただウインカー出した瞬間に加速動作始まるっていう感じではないね。やっぱ車線をある程度こうまたいで車が逃げたっていう風に判断をした後に加速動作が始まる感じはありましたので、トヨタの最新世代のものよりは少しこうテンポは遅れるかなっていう感じがします。もう一回行きましょうか。ウインカー出しますよね。で車線をほらまたいで、もうだいたい車が半等身っていう言い方はちょっとおかしいけども、半分くらい体が出たタイミングで加速が始まるっていう感じです。ここももう一回行きますよ。そうだね、半分以上出た段階で追い越しアシストという形で加速が始まりますので、もうちょっと早い方が使いやすいかなとは思います。まあでも一応機能はついているので最低限は OK かなと思います。車線のこのキープ位置に関してはちょっと右寄りな感じはします。今サイドミラーで見てると、その両端の白線の間、まあ、こっち破線ですけども、その間の間隔を見てると左の方がやや多いです。ただこういうカーブに入ってくると真ん中をトレースするので一概には言えません。ですが現状まっすぐの道を走っている時はやや右寄りを走るかなっていう、そういう傾向がありますね。今も右にちょっと寄ってます。じゃあ加速アシストを試すんだったら減速アシストも試していきましょう。車線またいだ先に車がいると、まあ、またぎつつ減速をすると、そういう制御が機能があれば入るはずです。ということでテストしていきます。じゃあ左にレーンチェンジ、あ、これね減速アシスト入ってますね。今車線をまたぎつつ減速動作ちゃんと行ってくれました。これついてない車だったらというか認識能力が低かったら車線またいでようやく前の車を認識してブレーキがカッとかかるんですよね。なので急制動気味になっちゃうっていう、その辺があるんですけども、このシビックは大丈夫。その辺もねまたぎつつちゃんと減速動作行ってくれましたので、自然に扱えるというか自然にこうシステムの介入をしてくれる、そういう運転支援になっております。 MT でやっぱこの運転支援ついてるのめっちゃ楽ですね。もう今日なんか S 帯の取材終えて24時間ですから、ぶっちゃけ体は疲れてるんですよ。しかも車中泊やってますので相当疲労度は高まってるはずですけども、そういう際にこれほぼ車が自動運転ではないけども運転支援としてこうやってサポートを行ってくれる。でもレベル高いですから本当に軽くハンドルを持っているだけでもうあとは気楽に高速流して帰れますので、そういう意味では疲労度もめちゃめちゃ下がるし、それが結果的に安全運転であったり事故の防止につながりますので、運転支援は本当に皆さん覚えて積極的に使ってもらっていいと思います。これね使わないと本当に損です。さあということで鈴鹿パーキングエリア到着いたしました。ただですね外を見てください、雨降ってますのでちょっと外観の撮影はなしにして、もう早速どれだけ走ってどれだけ燃費が出たか、これをねチェックしたいと思います。
はい、出ました、こちらでございます。ということで走行距離は約700キロで平均燃費 12.9 キロになりました。2リッターのね VTEC ターボピュアスポーツですけども、高速走るとこれくらい出ますね。あ、 12.8 に落ちちゃったけども、そう結構ね燃費伸びた印象ですね。ぶっちゃけもうちょっと悪いかなと思ってたのはなぜかというと、帰りね新東名走って結構まあ踏んじゃいました。なので、うん、もうちょっと落ちるかなと思ってましたけども、意外と、まあ、この数値にとどまってるし、ということは、まあ、普通にもっとこう落ち着いて走ってたら多分ですね13キロ14キロって伸びていくんじゃないかなと思います。今ですねカタログ数値を調べまして、 WLTC モード総合燃費が 12.5 キロ、ただし高速モードは15キロジャストになってました。ということはやっぱ踏んだ分ちょっと落ちてるね。っていうかそもそもそれくらい出るんだ。ということはまあスポーツカーにしては意外と燃費性能がよろしいのかもしれない。はい、そんなわけで今回はホンダ新型シビックタイプ R オーナーズレポとして高速のインプレッションをこの S 帯の道中でお届けしてきましたけども、まあ、毎回をこうやって毎月何かしらのテーマを持ってコンテンツ化しています。車中泊もね今回やりましたので、そっちも動画上げるつもりですし、ぜひねオーナーズレポも楽しんでください。そして今年は登録者10万人目指してます。皆さんいいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。